がやっぱりニューヨークに来て、で、まあ、本物の寿司をここで広めようと思っているところで、それってお客さんにもちろん伝えるのはもちろんなんですけれども、その僕が来て日本の伝統的なお寿司の技術、を、まあ、次世代に伝えなきゃいけないのが僕の使命だと思うので、何キロでしたっけ今回の。70から80ぐらいですね。おろそアワビです。まだ生きてるんですけど、お、ホタルイカですね。千葉の勝浦のキンメダイです。これ天然のシマアジですね。毛ガニが2杯ですね。毛ガニタイム。グッバイ。25分ですね、入れていきます。僕は毛ガニが好きな理由は、一番僕がカニの中では毛ガニを使い慣れてる、僕自体毛ガニが大好きなので使ってます。で、必ず氷水に落として外側の粗熱を取ってあげます。で、必ずアイスボールで身を締めて、で、殻と身の間の身の間に空間をつけます。毛ガニをさばいていきます。まず毛ガニの身の方は、すごく香りが良くて、で、旨味が強く、他のカニに比べて、ちょっと食べ応えがあるっていうところですね。僕はこの毛ガニ身も美味しいんですけど、やっぱりこの味噌がクラブ毛ガニの味噌です。今回毛ガニの身は、パスタの上に乗っけて、その上にまた味噌も乗っけてですね、使ってます。うちは10人前ぐらいで使ってます。これは毛ガニの足の付け根です。カブラって言います。半分で割っていきます。で、これが最後一番身が厚くて美味しいところですね。外側の甲羅だけ取ってきます。この出刃包丁を使って10年ぐらいですね。まあ、これがないと僕仕事できないので、こんな感じですね。一番美味しいところです、毛ガニの。お寿司屋さんってのは基本的に毛ガニを使うのが結構主流になっているんですけれども、そこで、ただ毛ガニを出したいと思って、ちょっとパスタで作ってみたら面白いんじゃないかっていうところで、これは、エンジェルヘア、一番細いパスタですね。で、一緒に絡めるソースがアスパラガスのソースですね。自分の知らない分野の、料理、特にイタリアン、僕と日本から一緒に来たシェフがイタリアンのシェフで、そういうことを知って、で、融合させるのはすごく楽しいです。毛ガニの冷製パスタでございます。長崎の黒アビですね。黒アビの状態、すごい身が厚くて美味しそうです。結構だから、ぬめりも一緒に取りたいので、なので、結構固めのブラシを使って、一つ一つ海女さんが取ってたりですとか、多分この大きさだともしかしたらそうかもしれないですね。まずアワビを酒蒸しにして、で、柔らか煮として、で、身の方を提供して、日本だと資源が豊富なので、結構こんな大きいアワビが育ちます。アビは、とても、貝類の中でもとても特別な貝で、
まあ、長い年月をかけて、まあ、5年6年ぐらいかけてですね、育っていく貝です。肝にはもう火が入ってるんで肝を取っていきます。こんな感じで取れます。でこれが本当の肝の部分で、でこれが砂袋で、まあ、砂が噛んでたりします。でこっちがアビの紐ですね。でここがくちばしです。アビ海藻食べてるんで昆布とかでこんな色してます。アビの柔らか煮として待たすので、あと1時間ぐらいゆっくりと火を入れて、特に食感をすごく大事にして、で調理をしているので、特に調理時間結構長すぎてもダメですし、短すぎてもダメなので、これでトータルで1時間半蒸し上げています。真ん中をちょっと押すと柔らかくなっているかどうか確認できるんで、でその後に、アビの肝の方ですね、肝の方をソースにして、でそこでうちのシャリと合わせてアビの肝の握りとして出しています。まあ、アビの肝のソースっていうのは昔はなくてですね、実はまあ最近、結構最近の話で、僕がお寿司を始めて10年になるんですけれども、最初の3年ぐらいはすごく長く感じて、まあ、基本はもう全部裏方の仕事をやってて、なんかこう握れればすごくかっこいいみたいなところがあったんですけれども、今となってはまあすごく恥ずかしかったなっていうところがあります。アビの肝の握りでございます。ホタルイカはとても小さなイカで、海の中で光ることからホタルイカという名前がついています。取れないというか漁の期間がすごい決まってて、今ホタルイカの目ん玉とですね、背骨を取ってます。ホタルイカの味の特徴は、まあ、ちゃんと食感は歯切れのいい食感があって、まあ、もう一口で食べれるっていうのがすごい特徴ですよね。人に何かを教えるっていうのはすごく単純に体力がいるなと思います。やっぱりコミュニケーションの、まあ、取り方だったりとか、あとも働き方の違いですとか、日本人に教えるのであれば、まあ、ある程度は分かってるだろうっていうレベルより下から教えなきゃいけないっていうところがあるので、桜スモークですね、スモークチップ、まあ、季節いろいろスモークウッドはいろいろあるんですけど、まあ、今季節的にホタルイカの季節だと、あと桜の季節が被るので桜使ってます。砂糖入れて、砂糖をキャラメル状に火を入れて、そこから煙が出るようにですね、ってます。でゲソはあんまり火を入れたくないので内側に向けてます。こんな感じですね、すごい仕上がってます。これ1個じゃあ食べて、最高です。カスゴダイですね。カスゴダイは、漢字にすると、まあ、春のこの鯛と書きます。漢字にもある通り、まあ、春によく好まれる魚です。基本カスゴダイは、2枚おろしですね。2枚おろしでおろします。基本の3枚おろしではなくて、サムアルシだと腹から入れて、で背に入れておろすんですけれども、まあ、そこを背側から包丁をまず入れます。でヒレに沿ってまず包丁を入れて、でそこから骨に沿って真ん中まで入れます。で少し浮かして腹骨のところから一気に下まで入れます。でそして骨を剥がします。で骨をそして腹骨をかきます。ですごい身が柔らかいので気をつけて包丁を入れて
この状態です。こういうカスゴダイみたいなちっちゃい魚を扱ってると、なんていうか寿司屋っていう感じがしますね、やっぱり。カスゴダイは、伝統的な、寿司の魚で、昔からよく、酢締めにして使われています。いや、もともとちょっと猫背なんで気をつけなきゃいけないなと思って。カスゴダイは、皮がすごい綺麗なお魚で、皮も食べていただきたいっていうところがあるので、で、身には入れないように気をつけます。それよりも仕込みの工程が多いっていうのと、ちょっと難しいっていうのがあるので、すごいかなり上位の上位に好きな魚です。はい、ですぐに甘酢につけて、必ずフェーバーを入れて、全体に浸かるようにしてます。で、2日ぐらいですね、寝かせます。僕はそのエビおぼろっていうのは、とても伝統的なお寿司屋さんの仕事だと思うので、昔はよく昔されてたんですけど、今はちょっとあんまり、なんか単純な作業好きなんで僕、ただひたすら。なぜかというと、昔で保存のために塩と酢を強くしめてて、すごく味が酸っぱくてしょっぱかった、味のバランスを取ってたのが、おぼろの本来の使い方だったんです。ここから卵の黄身だけを、ここはかなり重要なんで、これ塩と砂糖とみりんと酒に火を入れたものですね。やっぱこの仕事自体が結構古い昔からの仕事なんで、知ってる職人さんも少ないっていうところも多分あると思います。エビおぼろで大事なのは、いるときに水分を、残さすぎず、残さなすぎず、適度な柔らかい食感で仕上げることがすごい大事です。ちょっとエビの香ばしい香りがだんだん出てきます。久しぶりなんで結構疲れますあんま言っちゃいけないですよ、あんま言っちゃいけないです、全然大丈夫です。はい、一番大変なのはやっぱり一番ここが大事なので、やっぱりここは絶対手抜けないですね。エビおぼろは最近使ってるお店、仕込んでるお店が減ってるように思うんですけれども、僕はそのエビおぼろっていうのはとても伝統的なお寿司屋さんの仕事だと思うので、それを次につなげていきたいなと思ってます。 OK です。色も出てふわふわに仕上がってます。エビのおぼろです。10年前始めた頃は、今思えばすごい辛かった時代だったんですけど、カスゴダイの甘酢締めでございます。それが今になって辛い経験をしてよかったなっていう思うところがたびたびあるので、でやめようかと思うぐらいな時もあったんですけれども、やっぱり続けて、ホタルイカのスモーク、リークソースです。で今になって、その経験っていうのがすごく自分のためになっているので、そのままで間違ってなかったっていうところを、言いたいですね。